こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日のレッスンの課題は、アジサイを使った生け花を、ご覧いただければと思います。青いアジサイですね。綺麗ですよね。だいぶ大きいですけどね、1個でもね。茎長いんですね。結構長いですね、これね。一応5本用意しました。でこれに何合わせるかなんですけど、皆さんだったらどうしますかね。こうやっぱり、まあ、これすごい大きいですよね、お花がね。お花というか、まあお花じゃないんだけど、お花としましょう。アジサイの大きくて丸い形に対しては、細くて長いものを合わせておくといいということで、今日はこれですね。これはね、太いっていう植物。細いけど太い。本当に細いのは、もっと細いのは細いっていうのがあるんです。イグサの仲間でね。これは太い方の太いです。これ20本。あともう1種類、一応ね、2つじゃと思って用意しました。これわかります？綺麗なんですけど、見たことない。見たことないですか？見たことあるんだよ、実は。え？お花としてはないかもしれない。花束で見たことある気がする。それは多分ね、違います。それは多分、霞草じゃない？ああ。ちょっと、匂い嗅いでみて。嗅いだことある。嗅いだことあります。あるでしょ。これね、コリアンダー。うわ、要はパクチー。パクチーのお花。パクチーというか、まあ、タイ語でパクチー、英語でコリアンダー。タイ料理に乗ってそうでしょ、この香り。実はだからスパイスになるってことだよね、コリアンダーだからね。チラチラしてるお花のこと、チラチラ系とかって呼んでますけど、こういうのも合うんじゃないかなと思って用意してみました。じゃ早速いけてみましょう。今日もアジサイから決めていこうと。で、花器は初夏に、まあ、涼しいイメージできるように、ガラスの水盤ですね。この葉っぱもやっぱりアジサイの特徴的なものなので、葉っぱがやっぱりうまく使えるようにしたいですね。こういけると葉っぱ消えちゃいますよね。だから葉っぱがこう前とかに来るような方向がいいですね。お花の向きはまあどうってことでしたら失礼だけど、そんなに変わらないので。あとこう左右にこう横広がりになるのはあんまりかっこよくないので、前後に葉っぱ使いたいなって思ってます。アジサイで難しいのは水あげなんですね。水をうまく吸ってくれない場合が多いので、昔は切り口を焼いたり、焼酎一回つけたり、刺激を要は切り口に与えると水を吸ってくれたりするっていうことで、いろんな水あげ方法があるようです。今日僕がやるのは、ちょっとサイエンスの力を利用して、このクイックディップっていうね、水揚げ促進剤。これね、なかなか優秀で、切り口に2、3秒つけると水をあげてくれるっていう優れもの。そう、優れもの。まあ、水切りは水切りでちゃんとしましょう。まあ、大体こんな感じでいけようかなと思って。で、斜めに切るといいですかね。水切りをしましょう。でね、この綿みたいなのあるんですよ。これはね、ちょっと取る。一応ね、取った方がいいっていう言われてます。で、クイックディップ、まあ、3秒ぐらいつけますか、今日はサービスして。こんな感じでいいと思います。で、このままちょっと水つけたりする時間もあってもいいんですけどね。次、こんな感じでいきましょうか。アジサイがこう群生してるっていうのかな、そんな雰囲気を作ってるのかなと思ってます。出るとこなくなってきた。後ろでもいいな。真ん中の1本を結構この立てる理由っていうのは、全部にやることだけど、はい、高低差と、うん、まあ、奥行き、葉っぱの向きを見て、うん、
てるだけでそんなに深くないよ。これで今5個ボコボコボコって入りました。これでまあマスっていうのがある塊ができたわけ。ここに直線を入れていくということですね。じゃあ太いを入れていきましょう。バンバンとはいえ、どっちの方向性を強くするか、まあ右側にしましょうと。これがなんか合うんですよね、アジサイとね。こういうのは束にならないとね。先端が穂があるんだけど、これがいいアクセントになる。まあ放射線状にこうやってくるといいですね。適当に入れてるように見えますけど、一応この穂の位置がまあ同じ位置に同じこうあんまり被らないようにしてますね。これ今2つ良くないですね。ほとんど同じ位置になるでしょう。これはだからダメ、やり直しというのはちょっと意識しましょうねぐらいですかね。じゃあコリアンダーいきましょう。ちょっと元気ないところを落として、あまり強くないみたいですね。僕もあまりこれ使わないんでよろしくないですけど、食欲そそる香りですねこれ。本当に一応これ水切りしときましょう。あんまりこう刺し口の付近がやっぱり密集しているのでぶつからないようにね、足をちょっと長めに取ってます。でここら辺ですね、今めがけてちょっとこうふんわり感が出て、マッスと線との中和するような雰囲気になりますよね。似たようなさっき言ってたカスミソウとかお花の中でも系統があるというか、こうボコッとこう大きいお花だったり、僕が言うチラチラ系だったり、あとこう線が出るもの、系統を組み合わせてあげるといいかなと思いますね。今日はじゃあパクチー系のなんかものが食べたくなったみたいな感じですかね。さっき中和するって言いましたけど、そういう意味でここのアジサイと太いのまあ交差する部分というかにこう集中して入れるように意識を。なんか食材で生け花できないんですかとかって言われたこともあるけど、やってるよねそういう意味ではね。意外と剣山には軽く刺してるだけですね、こういう軽い花材のものは、うん、ちょっとこう紫陽花に支えてもらってる部分もあったりするんですけど、それはそれで OK だと思います。後ろね、ちょっと今全部前に来てる感じがあったので後ろにも入れて、これ今コリアンダー、まあいつも言ってますけどこう横にこう見えますよね、左右に。これを前後に使ってあげるというのがいいですね。見て顔かわいいと思うね、このくるってなってる細かい、ね、芸がありますねこの辺は。本当もうパクチーの中にいるみたい。いいっすね。後ろ行ったね。こんな感じで。
はい、お疲れ様でした。今日はアジサイの生け花を、ご紹介させていただきました。アジサイだけで言うとこの葉っぱですね、葉っぱ前にこう来ると、うん、いわゆるねじめ的な役割になるので、そこはちょっと意識してやりました。まあ、あとは前後つけて奥行きをアジサイの中でも出してます。あとそれにまあ合わせる花材ですね、うん、今日は太い用意しましたけど、こう直線的なものであれば他のものでもいいかなって思います。さらにフォギーっていうのかな、霧のような花材ってあるんですね。これが大きいお花だとこっちが主張してしまうので、中和するようなそんな花材、今日はコリアンダーね、香りがいいですね。映像ではお伝えできないのが残念ですけど、僕がもしそれを生け花しようと思ったら真ん中にアジサイ置いてシンメトリーに多分生けていくんですよ。なんでこうアシンメトリーにしたんですか。あ、これそうです、ね、まあ、生け花ってもともとアンシンメトリーな、まあ、世界ではあるんだけど、うん、どちらかに長強さを作る、そうするとどっちかは逆に言うとないところができるよね。こっちは空間でできてますよね、まあ、その空間も大事にすると、まあ、その対比は美しい世界観というか、うん、価値観だなと僕も思っています。なので他の花材の取り合わせでも面白いと思いますし、花器はこうガラスの花器を使ってちょっと涼しげな感じをさらに演出できたかなって思います。今日はちょっとテクノロジーを使っちゃいましたけど、アジサイは水揚げ難しいので、あとまあ物がいい悪いとかっていうのもあるんですよね。水揚げいろいろネットでも出てますんでね、ちょっといろいろ試してみるとそういうのも勉強になって面白いかなって思います。そんな感じでお楽しみ今日はいただけたら幸いです。ありがとうございました。